なんでこんなところに閉じ込めるんだ。かわいそうに思われるかもしれませんが、これも彼女のためなのです。これからは我々に任せてください。しっかりと治療を続けていきますので。先生、よろしくお願いします。ダーセー、姉ちゃん本当にごめんね。こんばん、タイムトラベル、地獄の案内人ゴクちゃんだぜ。闇の世界で時の行き来を司っているのは時の番人さんです。ゴクちゃんも未来と過去に行く力があるんですか？ああ、それは時との約束で口外禁止なんだ。すまんな。時の番人さんと知り合いなんですか？知りてえか？いや、やめておきます。さて今日はそんな時にまつわるお話です。それではどうぞ。僕の名前はトウヤ。ついさっきとても辛い別れを経験してきたところなんだ。僕が力不足なせいで。僕の姉ミアは僕と5歳違い。突然の事故で両親が亡くなってからというもの、ずっと親代わりになって僕を支え続けてくれた。いろんな夢を諦めてさっさと就職して、二人で生きていけるようにって頑張ってくれていたんだ。強くて優しい姉が大好きだった。だけど彼女は明らかにおかしな面も持っていた。これは僕が小学生の時の話だけど。ただいま。あれ、学校から帰ると家の中が静まり返っていた。姉ちゃんはどんなに忙しくても僕が帰る時間に必ず出迎えてくれる。だけどその日は明かりもついていなかった。どっか出かけたのかな。少し寂しく思いながらも部屋に入ると妙な匂いがすることに気づいた。匂いの元は姉ちゃんの部屋の方。姉ちゃん？なんだか嫌な予感がして恐る恐る部屋に向かう。静かにドアを開けるとベッドに姉ちゃんが座っていた。どうや？え？その手には小さな何かが握られていた。何かは血まみれでぐったりしている。よく見てみると姉ちゃんが可愛がっていたインコのピーちゃんだった。姉ちゃん、何があったの？ごめんなさい、ごめんなさい。姉ちゃんは疲れていたんだよ。ピーちゃんだって怒ってないはず。庭に小さなお墓を作って、そこにピーちゃんを埋めてあげた。僕も辛かったけど、とにかく姉ちゃんを励まさなくちゃって必死だった。娯楽でこんなことする人じゃない。きっと姉ちゃんは両親がいなくなってからずっと無理をしていたんだと思う。たまりにたまったものが弾けて、その刃がピーちゃんに向いてしまった。こんなの責められないよ。大丈夫だよ。こうして土に返してあげればきっと天国に行けるはずだから。毎日お参りしようね。あれが全ての始まりだったんだな。もっと早くどうにかすべきだったのかも。姉ちゃんは何とか立ち直ったものの、定期的に発作を起こした。気づいたら生き物を殺し、部屋に持ち込んで泣いている。その度に二人でお墓を作った。庭にはたくさんの亡骸が埋まっている。だけど、これで姉ちゃんの気が晴れるなら。もちろん悪いことだなんてわかってる。それでも僕は。見て見ぬふりをしていただけなのに、姉ちゃんを受け入れたつもりでいた。全部僕のせいだ。姉ちゃんは今日、精神面のケアをしてくれる病院に入院することになってしまったんだ。いやー、もう許して。姉ちゃん、落ち着いて。なんで、なんで、なんで、なんで私ばっかり、私ばっかりが。ね、姉ちゃん、ごめんね、僕のせいで。姉ちゃんはいつもギリギリまで働いて僕を大学にまで行かせてくれて、甘えてた僕が悪いんだ。もう無理だよ、もう頑張れない。死のうトウヤ、それが一番いいのよ。そんな。姉ちゃんの目は完全に正気を失っていた。台所から刃物を持ち出して僕に向けてきた。姉ちゃんの刃が僕に向いたことがすごくショックで、
怖くて。僕はただ一心不乱に逃げ出した。そこをたまたま巡回中だったおまわりさんに助けてもらったんだ。一大事だと判断してくれて、すぐに姉ちゃんのことも保護しに行ってくれた。姉ちゃんはその後、精神的に問題を抱えているということで、入院することになったってわけ。これで、よかったんだ。姉ちゃんを刺激することになるから、あまりお見舞いには来るなと言われてしまった。寂しいけれど、我慢するしかない。いつかまた二人で暮らせる日が来ることを夢見て、僕も頑張らなくちゃ。正直、大学に行く気力なんてないけど、僕が立派な大人になることは姉ちゃんの夢でもあったらしい。だから、踏ん張るんだ。だけど、何か忘れているような。警察の取り調べをまだ受ける必要があるし、病院に提出する書類もある。それは覚えているけれど、そんなことじゃなくて、もっと重要な、姉ちゃんに関わる忘れてはいけないこと。ああ!タイムカプセル。そうなんです。なんで忘れていたんだろう。あんな恐ろしいこと。落ち着いて、もう少し詳しく聞かせてほしい。すみません。コーヒーでもどうぞ。ありがとうございます。彼の名前はビター・アルカラム。見ての通りカフェを経営しているようだけど、もう一つの顔があるらしい。それは探偵。噂ではビターさんはかなりの凄腕で、数々の事件を解決してきたのだとか。僕がこの人のことを知れたのは奇跡でしかない。頼りになりそうな人を調べまくってよかった。で、トウヤ、僕への依頼は君のお姉さんがタイムカプセルの中に入れたものを探し出してほしいってことでいいの？その通りです。本来なら姉が30歳になる年に開けられるはずです。あと1年しかない。何か問題でもあるの？問題だらけです。中にはそのおそらく姉の犯罪の証拠が入っているんです。犯罪？タイムカプセルは姉が10代の時に仲のいい友達同士で埋めたもので、姉は高校に行っていないので学校の公式のものとかではありません。だから大きさも中身も自由に選んでよくて、姉も楽しみにしていました。だけど、ふむふむ、僕見てしまったんです。姉がタイムカプセルに入れようとしていたもの。結構大きなクッキー缶を何重にも袋にくるんで、妙な匂いがしていた。しかも血がうっすらと赤黒い血が滲んでいたんですよ。缶の中身は何かの死体だったってこと？はい。ビターさん、僕はあなたを信用して正直にお話しします。姉が用意していたものが動物の死体だったのならば、ここまで深刻にはなっていません。つまりあれは人間か。おそらく君の姉が殺人を犯したってこと？僕だって否定したいです。そんなわけないって。だけどあの時期、姉さんがいつも以上におかしな時があったんです。僕はなんとなく察していたのかもしれません。とうとう姉は人間に手を出してしまったんだと。姉はおかしくなっていた。だからこそタイムカプセルにそんなものを入れるなんてバカなことをしたんだ。幸いなことに姉の友人たちは誰も気づかなかったようで、今まで問題になることはありませんでしたが。あと1年。もし友人たちがタイムカプセルを掘り出せば大変なことになる。はい。姉はますます糾弾されるでしょう。姉はもう十分傷ついてきた。勝手な言い分だとは分かっていますが、これまで問題になってこなかった殺人事件を掘り返したくないんです。姉の殺人の証拠を手に入れて消し去りたい。トウヤ、僕は偉そうなことを言える立場ではない。だけど君のお姉さんの被害者にも家族がいたはずだ。今でも苦しんでいるのかもしれないよ。そんなの俺だって分かってるよ。お願いします。僕は姉に早く退院してほしいんです。そしたら今度こそ姉と向き合って二度と悲劇が起きないように見張ります。もう逃げない。だから手を貸してください。僕は姉がどの友人とタイムカプセルを埋めたのか知らないし、埋めた場所がどこかもわからない。何もないんです、情報が。お願いします、ビターさん。ビターさんは僕の顔をじっと見つめ、しばらく考えていた。そして数分後、わかった。タイムカプセルを探すために手を貸そう。だけどこれだけは言っておく。
僕は犯罪の証拠隠滅に賛成なわけじゃない。場合によっては君の敵になるかも。それでもいい？とにかく中身を知りたいんです。よろしくお願いします。 OK、 契約成立だ。これから君のお姉さんの友人に会う。タイムカプセルを一緒に埋めた人たちだ。たった数日でどうやって特定したんですか？僕からは何も情報が得られなかったのに。企業秘密。なんだかとんでもない人に依頼をしたみたいだな。こうして僕は緊張しながら姉の友人とやらが待っているカフェへと向かった。あくまで怪しまれず、タイムカプセルの場所を聞き出したい。当然姉ちゃんが入院しているなんて教えないし、中身についても触れはしない。うまくやらなくちゃ。初めましてだね。やっぱりミアに似てるね。今日はお時間いただきありがとうございます。いいよ。で、タイムカプセルについて知りたいんだっけ？トーヤはサプライズを考えているんだって。今までミアにお世話になってきたから、カプセルの中にプレゼントを仕込んでおくんだ。わあ、素敵。ビターさんはさすがだ。一気に場を和やかな雰囲気にしてくれた。これなら相手も断りにくいし、協力してくれるかもしれない。ミア、きっと喜ぶよ。いつも君の話をしてたから。え？ほら、私たち高校行かずに働きに出たって共通点で仲良くなったからさ。お互いの苦労話も結構披露し合ってきてるのよ。たくさん愚痴ったりしてね。でもミアはいつも決まって弟の話。楽しそうに、弟は自分の宝物だなんて恥ずかしいこともケロッとした顔で言っちゃってさ。うんうん、よく覚えてる。弟のためなら何でもできる、頑張れるんだって言ってたよね。姉ちゃん。やっぱり、姉ちゃんは僕のことをいつも考えてくれていたんだ。姉ちゃんの精神を追い詰めたのは、紛れもなく僕への愛情の大きさのせいだった。君たちの思い出に踏み込むようなことをして申し訳ないけれど、カプセルの場所を教えてくれませんか？こっそりプレゼントを仕込んで、また元通りに戻しておくから。いいよ。まさかこんな形で誰かにタイムカプセルの場所を教えることになるなんてね。ねえ、私たちだけの秘密だよって誓ったけど、これは仕方ないよ。結構深いところに埋めてるけど大丈夫かな？場所はね。姉ちゃんの友人たちはニコニコしながらタイムカプセルの場所を教えてくれた。友人の祖父が所有しているとある山の木の根元、そこに埋めたらしい。確かミアって手紙も入れてたよね。手紙？うん、もし掘り出す当日にミアが来ていなかったとしても、この手紙は私たちに読んでほしいって頼まれた。妙に真剣な顔してたよね。きっと私たちへの感謝の手紙だよ。恥ずかしくて直接言えないことでもしたためたんじゃない？最近じゃすっかり連絡も取らなくなったけど。ミア、元気にしてる？はい、とても元気です。よかった。一年後が楽しみだな。僕とビターさんは二人にお礼を言ってカフェを出た。場所が分かってよかったです。あとは掘り返すだけ。そのことなんだけど、数日待ってもらえないかな。え？どうして？今すぐにでも行きたいくらいなんですが。僕の都合でね。申し訳ないけど頼む。相当深くに埋めたみたいだから、トーヤ一人じゃ掘り返せないし。そもそもビターさんが掘り返す用の道具を準備してくれるって話だった。確かにビターさんなしではきついだろうな。僕非力だし。わかりました。でもなるべく早くお願いします。わかった。また連絡するよ。必ずね。もしもし、ビターさん、やっと連絡くれましたね。ごめん、思っていたよりも手こずってしまって。仕事していたんですか？うん、大事な仕事。ところでトーヤ、僕と君は話すの久しぶり？え？まあ一週間ぶりなんで、久しぶりといえばそうなのかもしれませんね。うん、そっか、わかった。今すぐ迎えに行くから待ってて。わかりました。なんだかビターさんの様子が変だった気がするけれど、とにかくようやくタイムカプセルを掘り出しに行ける。姉ちゃんの犯罪の証拠、おそらく
殺した人間の一部が入っているんだと考えている。僕はそれを抹消する。姉ちゃんのために。そして何より、姉ちゃんとまた一緒に過ごしたい。僕のために。ふぅ、よし。これが。ほんと、あの二人が話していた通り、かなり深くに埋められていたね。でも見つかってよかった。トウヤ、手が震えているよ。すみません。今になって怖くなっちゃって。この中に、あの日姉ちゃんが持っていたものがあると思うと。僕が代わりに開けようか。いいんですか？かなり嫌なものを見ることになると思いますが。大丈夫。慣れているから。慣れてる？と思いはしたけれど、素直に甘えることにした。リターさんは姉ちゃんとその友人の思い出が詰まったタイムカプセルを開けた。ひどい匂いがする。カビ、生ゴミ、いろんな不快なものを混ぜたような匂い。僕が顔をしかめていると、リターさんはすぐに匂いの元であろう袋にくるまれたクッキー缶を取り出した。それです、姉ちゃんの。リターさんは僕に見せないようにその中身を見た。そしてゆっくりと僕の方を見ていったんだ。これ、右手だ。右手？ほとんど白骨化してるけど、人間の右手。やっぱり、姉さんは、人を。落ち着いて、ほら、手紙を読んでみよう。ビターさんはクッキー缶とは別に、カプセルの一番上に置かれていた姉さんの手紙も取り出した。それは、友人に読んでもらいたいもののはずだ。いくらなんでも、それまで勝手に読んでいいんでしょうか？うん。むしろ僕の推理通りなら、これはどうや、君こそが知るべき内容だと思う。僕が？私以外がこの手紙を手にしているということは、私は失敗してしまったということです。力不足な自分が情けない。本当に。失敗？恐ろしいものを見せてしまって申し訳ないけれど、クッキー缶の中身を警察に届けてください。これは犯罪の証拠です。私の大事な大事な家族、トウヤが殺人を犯したという証拠。右手の持ち主の名前はジェイ。ずっとトウヤをいじめていたひどい男の子です。ある日耐えきれなくなったトウヤはジェイを殺し、トウヤに暴力を振るい続けてきた右手を奪った。残った体は雑木林の中に放置してきたそうです。人気のない場所だからきっと発見されていないと思います。何を？姉ちゃんの手紙は衝撃的なものだった。かなり長く綴られており、僕がこれまで小動物を殺したり乱暴に暴れ回ったりしていたという内容だった。姉ちゃんはそれを隠すため必死に耐えてきた。おかしい。僕の記憶と真逆だ。だけど、なんでだろう。すごく頭が痛む。私が30歳になるまでにトウヤを更生させることができれば、この手紙は誰の目にも触れさせずに私本人が破棄する。だけど、みんなが読んでるってことは、ダメだったってこと。私じゃトウヤを救えない。でも自分で警察に突き出すのはあまりにも辛いの。本当にごめんなさい。責任を取って、二人で命を絶つので、警察に連絡してください。遺体は私の家にあるはずです。みんなに会えて、本当によかった。大好き、ミア。トウヤ、これが真実なんだ。実はこの一週間、僕は君を監視していた。え？大学にも聞き込みに行った。友人と呼べるような人はいなかったけど、君を知っている人から想像通りの証言を得られたよ。君はたまにガラッと雰囲気が変わることがあるらしい。まるで別人で近寄りがたいって。何の話ですか？トウヤ、君は乖離性同一症。多重人格という方がわかりやすいかな。君の中に別の人格がいる。別の人格？すべてはそっちの人格が行っていたことなんだ。小動物を殺し、しまいにはジェイという人間まで殺した。
君はずっといじめられていたらしいね。そのストレスから逃れるために別の人格を作り上げた。ミアは君が命を奪った者たちの遺体を抱きしめて泣いていたんだ。彼女が殺していたんじゃない。犯人は君だったんだ。嘘だ。そんなの僕知らない。何も覚えてない。別の人格の記憶を共有できないタイプだったんだと思う。入れ替わるタイミングも不規則で、君は何も気づいていなかった。それじゃあ、なんでビターさんは僕がおかしいことに気づけたんですか？僕に依頼してきた時、君は一回だけ自分を俺と呼んだ。その時の目つき、雰囲気、まるで別人だったんだ。だから、乖離性同一症を疑った。実際この一週間のうちに別人格の時の君と話しても見たけれど、とても凶暴で、まがまがしいオーラだった。残念だよ。じゃあ姉ちゃんは、僕の、そんな僕の犯罪に付き合って、ずっとかばってくれて、自分が殺したわけじゃないと僕に言い訳もせず、一緒にお墓を作り続けてきたんですか？ビターさんは何も言わず、僕を見ている。その目は同情でも何でもなく、ただまっすぐ僕を見ている。そんなの、普通耐えられるわけないじゃないですか。あまりにも理不尽で、姉ちゃんを壊したの、僕だったんだ。姉ちゃんは、30歳を迎える前に限界が来てしまった。心を壊し、タイムカプセル開封の日に、僕と共に命を絶つということもできなかった。フライングで僕を殺そうとして、僕は全てを姉ちゃんのせいだと思い込んで、逃げて、警察に任せて、一番大事な人を入院させて、最悪だ僕は、生きてちゃいけない人間なのに。トーヤ。ミアは、君を愛する人は、どんなものを犠牲にしてでも君を守ろうとしたんだよ。自分自身の心さえも犠牲にした。それなのにトーヤは、ここで真実を知ったからってまた一人で逃げるつもり。そんなのダメだ。責任を取るんだ。どうやって？全てを明らかにする。大丈夫。僕は君の味方。君が別人格を作るほど追い詰められていたことも、ミアの隠蔽工作が愛ゆえのものだったことも、全部知ってる。絶対に忘れないし、一生覚えておく。肯定はしないけれど、決して否定もしない。トーヤ、警察に行こう。正直に話して、罰を受けるんだ。心の治療も同時に行える。ミアもトーヤも、必ず救われる。ビターさんにそう言われ、突然記憶が蘇ってきた。ああ、これは、ジェイにいつもの雑木林に連れて行かれた時の記憶だ。ほんと、ここって誰も来なくていいよな。お前のことどんだけ殴っても怒られないもん。ジェイ君、もうやめて。僕もうこんなの。はあ？こんな楽しいことなんでやめなくちゃいけないんだよ。お前は弱っちいけど、サンドバッグとしては最高なの。ちゃんと悲鳴もあげるし、痛がるし、マジ感謝してまーす。やだ！お？逃げるのか？まあ、それでもいいけどさ。そしたら、お前の姉ちゃんを代わりにするからな。ミアって言うんだろ？結構美人じゃん。会社も知ってるし、いつでも会いに行けるぞ。俺の、お前自分のこと俺って、俺の姉さんに手出しするな！ああ、そうだ。もう一人の僕は自分のことを俺と呼び、姉ちゃんのことを姉さんと呼んでいた。僕のストレスを消すために、いつも悪者になって。こんな暴力ばっかの右手いらねえよな。俺がもらってやる。姉さんにプレゼントだ。いじめっ子をやっつけたって言ったら喜ぶぞ。思い出しました。確かに僕だった。ビターさん、僕は警察に行きます。僕と、俺を、ちゃんと裁いてもらわなくちゃ。君は正しいよ、トーヤ。
さ、行こう。乖離性同一症な。おや、ゴクちゃんはいわゆる多重人格に否定的なタイプですか？いいや、本人がそう言うなら受け入れる。人間の脳みその作りは分かっていないことの方が多いからな。ただ姉ちゃんはミスったな。もっと早く自分のことを考えて動くべきだった。二人とも倒れだろ、あれじゃ。大事に思うがゆえだったんでしょう。弟も自分も大事だからこそがんじがらめで動けず、他人に裁きを委ねたんでしょうね。人間ってのは本当哀れで可愛い生き物だな。堕天使が言うと重みが違いますね。二人が本当の意味で救われることを願うばかりです。それではバイバイチー。あ、今日は当夜に面会できる日だ。最近落ち着いているみたいだからよかった。ミヤも当夜も全てを話せて楽になったようだし。それにしてもタイムカプセルか。僕は当然チョコレートを入れる。私は特製の爆弾。私は何を入れればいいのかしら。拳銃？パソコンはないと困るし。なんか全員ちょっとずつ間違ってる気もする。僕は本。開封儀式楽しみ。そろそろ確認しに行ってもいいかもな。みんなに連絡してみよう。うん、今回の依頼で兄弟の絆を再確認できた気がするよ。